13番議員の質問を許します。はい、議長。13番議員。はい、それでは順を追って、2回目の質問に入りたいと思います。まず最初にですね、ウレセンター広岡の関係でございます。このペレットの関係等でございますけれども、今の答弁の中ではですね、ペレットが 65.7%、 LP ガスが 34.3% というようなことを聞いたわけでございますけれども、やっぱりこれペレットボイラーはですね、他のものに比べまして、早期の着火、早期の消火というようなことも必要であろうと思いますし、それから燃焼装置はですね、年1回以上のクリーニングが必要だというふうに思うわけでございますが、まずそれでですね、このペレットでございますが、燃料はホワイトペレットか全木ペレットか、またこれらに関わるですね、メンテナンスに要する経費を予算的にどのぐらい見込んでいるか、また運転操作上での改良すべき点はないか、お尋ねをいたします。健康福祉事業部長。はい、まずペレットの原料でございますけれども、全木タイプでございまして、いわゆる樹皮の部分も含めて、作られたペレットということでございます。それからメンテナンス費用、ペレットボイラーのメンテナンス費用につきましては、年2回の業者によります専門的なメンテナンスが必要ということで、保守点検費用43万2千円を見込んでいるものでございます。それから運転上の改善点でございますけれども、営業開始当初につきましては、ペレットボイラーを営業時間までの稼働といたしまして、営業時間までにボイラータンクのお湯の加熱が間に合わない場合に LP ガスを併用するという形で稼働してまいりました。で、このペレットボイラーの消火ですとか再点検を繰り返す運転の場合には、安全装置の関係から、改めて点火するときに燃焼室の温度を一定温度まで下げる必要がございまして、燃焼室の温度の上昇、それから低下を繰り返すことについて、設備への負担も大きく、また運転のエラーもたびたび発生をしておった状況であります。で、再点火時の LP ガスの使用量が見込みより大きくて、そしてボイラー設備の負担も大きいことから、現在ではペレットボイラーの運転につきましては、ペレット燃料による常時保温運転に切り替えての稼働をしている状況でございます。13番議員。私は悪いということじゃなくて、これからですね、こういう施設がまだまだ増えていくということの中で、改善がですね、できたらやっぱりこれはしていくことが大事だということで、今聞く中でも年2回のやっぱりそのメンテナンスが必要だと、しかも43万2千くらい経費がかかるというのと、それからこれからですね、冬季に向かってのやはりそのペレットと LP ガスの使い方、そして、一番効率的にですね、ボイラーがうまく稼働がどうすればいいかというようなことをですね、今まで経験がないことでございますから、なんとか効率的な一つのテストケースとしてですね、いろんなことを面倒でもまた時には業者も来ていただくような形の中で、やっぱり一つのデータとしてね、これから稼働に乗せるために取り組んでほしいと思いますんで、これは要望としておきます。それから次にですね、先ほどフライセンター広岡2723人と岡松まずでということで、分かりましたが、これからは認知症の人もこの施設を利用するということで、これらの来訪者でですね、健常者と認知症に関わる人のそういう統計のようなデータは取っているかどうか、お尋ねをいたします。健康福祉事業部長。はい、利用者の中で、健常者、今申されました健常者、認知症の皆さん
対象者というような統計は取ってはおりません。13番議員。これからはですね、そういうやっぱり認知症の人もどのくらい来ているかということで、またこれからのことでございますので、これについてもデータをしっかり取ってほしいと思います。それで今日ですね、認知症の予防対策につきまして、大変前向きな回答を頂戴したのではないかということで、慌てて、書いたので違って、いるところはまた修正願いたいと思うんですが、まず初期集中支援チームをですね、認知症の平成29年に設置をし、これは専門職により構成をすると、それから相談業務、医療等の調整を行う認知症地域支援推進員も設置をすると、それから認知症のカフェにつきましては現在市内2カ所ということのようでございますが、さらに本年度から増設ができるように、開設の補助金5万円から運営費補助金が2万円で2年間ということでございますし、さらに認知症のサポートセンターとしてつくしの里との連携を図りながら設置をしていくということで、まだ1、2年若干本格起動まで時間があるわけでございますけれども、こういう目標に向かってしっかり取り組んでほしいと思うところでございます。その中でですね、本市の認知症の高齢者はどのくらいと推計をされておりますか、お伺いをいたします。健康福祉事業部長。本市の認知症の高齢者数の推計でありますが、現在把握する統計数で申し上げますと、4月末現在で要支援1以上の要介護認定者総数3013人おりますけれども、このうち日常生活自立度による認知症高齢者として判断された方が1605人ということでございまして、認定者の約半数を占めている状況でございます。この数値につきましては要介護認定者に限ったものでありますので、市内の認知症の高齢者数につきましてはこの数を大きく上回るものと推測をしているところでございます。13番議員。要介護要支援に限定をしてということもあるようでございますが、これもですね、これからの分析の中でいわゆるその記憶障害が主体のアルツハイマー型の認知症とか、脳梗塞が原因のですね、脳血管性のそういう形だとか、あるいは幻覚死ということで幻視を伴うレビー小体型というようなことで大きく分けて、大体3つくらいに分類されると思いますけれども、今後ですね、これらが厚労省やなんか推計数字として出しているものですから、そこらのところにまたパーセンテージをですね、当てはめるとかなりの人が認知症が疑われたりですね、その可能性が強いということでございますので、これについてもですね、また今後統計を取ったり推計もですね、できるだけ使用時の実態に近い形の取り方をぜひ検討をしてほしいというふうに思います。それからですね、先ほどの認知症の初期支援チームでございますが、チームを作った後はですね、どのくらいの頻度で開催し、あるいは医師会との連携体制の強化とか、今後の課題の点があろうかと思いますが、この辺の課題の点、それから今、京都府の宇治市が大変先進的な取り組みをしているようでございますが、これらについても早期にですね、視察をして精進の参考としてはどうかということを提言するわけでございますが、ご答弁をお願いいたします。健康福祉事業部長。はい、認知症初期支援チームの開催頻度あるいは協力体制でございますけれども、開催頻度につきましては対象者の初回訪問を行う前には必ず開催する必要がございますし、必要に応じて随時開催をしていきたいと考えております。医師会との連携体制につきましては、
かかりつけ医との連携も必要となりますので、支援チームを導入際ですとか、あるいは導入後、これにおきましても、医師会との十分な調整、あるいは相互の連携が欠かせないものというふうに考えております。課題といたしましては、チーム員としての専門職の確保や、相談にお越しいただけないご家庭の中にも、対応が必要なケースというものが多く想定されますので、その把握方法をどうするのかというようなこと、また嘱託医としてお願いをいたしますサポート医につきましては、いずれも開業医ですとか勤務医となりますので、日々の診察業務に携われる中で、支援チームの指導役として関わっていただけるということで、やはり時間ですとか、範囲が限られるものというふうに想定をしております。それから京都府の宇治市の取り組みでございますが、宇治市につきましては認知症に優しい町宣言をいたしまして、住民全体で認知症を支援する取り組みを進めている都市で、ございます。視察につきましては、これまでも国の方で主催をいたします、有料事例のシンポジウム等に多くの職員を出席をさせていただいております。宇治市につきましても、一つの先進的な事例として、機会があれば広く学習させていただきたいというふうに考えております。13番議員。